先輩先輩。何？なんか最近頑張りすぎてませんか？え、そうかな。そうですよ。だってこの前も土曜日出勤してたし、残業だって毎日してますよね。うん、でも私が行かないと仕事が止まってしまうからさ。ダメですよそれ。え？働いたら休む、それが基本です。健康を悪くしたら人生つまらなくなりますよ。たまにはいいこと言うじゃん。えへん。いや、そこまで褒めてないぞ。ってことで今日は休んだ方がいいサインについて話しましょうよ。休んだ方がいいサインか。はい、じゃあ私から言いますね。うん。休んだ方がいいサインは、まぶたが痙攣したり帯状疱疹が出ることです。あー、確かにそれはあるよね。はい、前に働いていた会社のことなんですけど、うん、入社してから2、3ヶ月後になんかまぶたが痙攣するようになったんですよ。うん。最初は特殊能力でも身についたのかなって思ってあんまり気にしていなかったんですけど、最終的には帯状疱疹までできちゃって。それは辛そうだね。はい、今思うとまぶたは私に心が疲れ果てていることを教えてくれていたんだなって思うんですよ。まぶたってそんなに器用なのか。それから人の目を気にせずに定時にぴったりに帰るようになりました。行動早いな。はい、自分を守れるのは自分だけなんで。私も最近疲れている時にまぶたがピクピクするんだよね。それかなりメンタルがやられている証拠ですよ。そうだね。そろそろ休んでサウナとか露天風呂に行こうかな。それがいいですよ。帯状疱疹が出たら治るのに時間かかりますし。そうだね。先輩はどうですか？休んだ方がいいサインだよね。はい。食欲がなくなったり逆に食べ過ぎてしまうことかな。あー、わかります。それストレスが溜まっている日って本当にラーメンとかケーキとかエクレアを鬼のようにむさぼりたくなるんですよね。むさぼるって。でも本当にそうだよね。はい、私昨日もコロッケ4つ食べた後にブラックサンダーとプリンを食べて、それで夜中なのに牛乳をかけずにフルーツグラノーラをボリボリ食べちゃってさ。わかります。多分あれですね、ストレスでぽっかりと開いた心の穴を食事で塞いでいるんでしょうね。ああ、そうかもね。でも先輩、それはまだマシですよ。え？私前の職場で毎日3、4時間上司から説教をされていたことがあって。地獄じゃん。はい、あいつは必ずいつか半殺しにします。とにかく全く食べ物に興味がなくなるくらい落ち込んだことがあるんですよ。それこそ食べ物の匂いを嗅ぐだけでも気持ち悪くなるくらいです。それはきついね。その時は体重が1ヶ月で5キロ減り、頬がこけました。あー、失恋とかするとそうなるって言うもんね。そうなんです。私も私ですぐに会社を辞めればよかったんですけど、エフラン大学から何度か内定をもらって新卒で入った会社だったんで、これが社会かって思い込んでしまって。確かに初めて会社を辞める時って勇気いるもんね。そうなんです。それでどんどん我慢に我慢を重ねて、食事が喉を通らなくなっていったんですよ。でどうやって回復したの？実はそんな時に食べられたのが味噌ラーメンだったんです。味噌ラーメン？はい、家族がこれ食べてみてって勧めてきて、一口食べたらすごく美味しかったんです。それで最後まで食べることができました。へー、つまりあれだ、ただの栄養補給じゃなくて心が望んでいるものを食べることで心が生き返ったわけだ。そうみたいなんですよね。人間って面白いね。次は私ですね。うん。休んだ方がいいサインは趣味に興味がなくなることです。あー、それはあるね。はい、本当にヤバい時って趣味に興味がなくなるんですよね。なんかいつも楽しいと思っていたゲームが楽しく感じなくなったり、好きな映画や音楽を見ても何とも思わなくなったり、食事も楽しく感じなくなるんですよね。実際うつやパニック障害になると感動が減るというか、感情が希薄になるっていうもんね。そうなんですよ。それで思い出したんだけど、極限状態になると人は自分の心を守るために一時的に無感情になるんだって。え、そうなんですか。そうそう、そうやって感情をシャットアウトすることで人間は自分の心を守ってるんだよ。だから病むと無感情になるのか。うん。でもそれでもまだ負荷が続くと本当に心の底から落ちてしまって鬱になるんだって。へえ。じゃあそうなる前に味噌ラーメンを食べなきゃいけないんですね。いや、それはお前が味噌ラーメン好きなだけだろ。やっぱりたっぷり寝て夢中になれることを見つけてやっていくしかないんだろうね。それこそ推しの俳優を見つけるとかさ。推しか。私の推しは鬼滅の刃の煉獄さんです。死んだじゃん。はい、
じゃあ次は先輩の番です。そうだな、休んだ方がいいサインだよね。はい。身だしなみに無頓着になるかな。あー、それわかります。なんか疲れ切っているともう着飾るのがめんどくさいですよね。そうそう、あれだろうね。やっぱり美容とかファッションとかって健康っていう土台の上に築かれるものなんだろうね。そうですね。元気がない時って服とか靴はどうでもいいですもんね。そうだね。そういう意味では心の疲れは身だしなみを見ればわかるのかもね。はい。でもうちのお父さんはすごく健康ですけど服がクソダサいですけどね。でも余裕がないともう服装とか無頓着になりますし、ネイルも剥がれちゃってもお構いなしなんですよね。昔彼氏にもっと身だしなみを整えろよって言われて、その時は仕事が忙しすぎてボロボロだったんで、黙れゴミって思いました。あんたたまに怖いよね。そうですかね。でも私も1年前くらいの時は忙しすぎて、家に帰ってもメイク落とさずに寝たり、髪を整えるのがめんどくさくなってさ。はい。でもそんなボロボロになった姿で外に出るのもストレスで、さらにストレス溜まっちゃってさ。あー、そうですよね。それで有給使って2週間休んだんだよね。めっちゃ休みましたね。その時はとにかく寝れるだけ寝て、パジャマでネットフリ見ながら美味しいもの食べていたら元気になってきて、自然とおしゃれに気が向くようになったんだよね。なるほど、やっぱり心の疲れは身だしなみに出るんですね。そういうことだね。じゃあ次は私ですね。休んだ方がいいサインは眠れないことですかね。なるほどね。確かにメンタルがボロボロになってくると眠れなくなるもんね。そうなんですよ。しかも疲れているのに 2,3 時間しか眠れなかったり、早く起きすぎちゃったりして睡眠時間がとにかく短くなるんですよね。頭がぼーっとするし、もう最悪ですよ。眠りたいのに眠れないのは明確に休んだ方がいいサインだよね。そうですね。私新入社員として入社した時、とにかくミスが多くて上司に目をつけられてしまいまして。それはきついね。はい。連日のように、なんでできないの、日本語理解できる、やめればって言われてしまって寝れない日々を過ごしたことがありましたよ。その時は全部自分が悪いと思ってしまって何も言えずにいました。それは辛いね。はい。あいつもいつか絶対に半殺しにします。今は頑張らないことは頑張ってます。私は仕事が人生の全てだとは思ってないんで。でもお金は大丈夫なの。はい。私美人だし、実家が金持ちなんで。なんか逆に清々しいな。次は私か。はい。休んだ方がいいサインは涙が止まらなくなるかな。あー、確かに。ほら、涙って感情が溢れ出した時に出るものでしょ。はい。それはいい意味でも悪い意味でも同じで、限界を超えた時に涙が止まらなくなるんだよね。そうなんですよね。悪い時の涙っていうのはもう疲れとか悲しみが限界を超えた時だよね。私は優しくされた時に涙が止まらなくなるんですよね。昔精神的に辛かった時に、会社で私に優しくしてくれた先輩が一人だけいたんですよ。周りの人は私に喋りかけてくれなかったんだけど、その人だけは私によく話しかけてくれて。へえ。よく缶コーヒーをおごってくれましたし、何かあったら声をかけてくれて、その優しさに触れると涙が自然と出てしまったんですよね。いい人だね。はい。なんかその人の期待に応えられない自分が悔しいっていうのもあったんですけど、とにかく些細なことでその時は泣いてました。確かに限界だと涙ってすぐに出ちゃうもんね。ちなみに最近何で泣いた？鬼滅の刃で煉獄さんが死んだ時です。いや、そんなことで泣くなよ。次は先輩の番ですよ。休んだ方がいいサインは集中力に欠けて仕事でミスが増えることかな。ありますね、それ。なんで自分でもこんなミスしたんだろうってくらいのミスをしてしまいますよね。昔大学生の時にコンビニでバイトをしていた時なんですけど、その日は疲れ切っていて、それで牛乳100本を間違えて1万本注文してしまいまして。1万本か。発注ミスね。酪農家もびっくりしただろうね。はい。それで激安で牛乳を売ったんですけど、あんまり売れなくて。まあそりゃ牛乳なんてコンビニで買う人あんまりいないしね。はい。最後の方はコロッケとか唐揚げを買ってくれたら牛乳を3パックプレゼントにしてましたよ。迷惑すぎるだろ。ですね。でもそれで無理やり乗り切りました。
うん、やっぱり変なミスしないためにもしっかり休むことだね。はい、ついつい寝る間も惜しんで働く人の話に心酔してしまったりしてしまうけど、誰もがイーロンマスクになれるわけでもないですしね。宇宙とか未来とかエコとかは賢い人に任せて、私は楽しく生きます。私、美人で実家が金持ちなんで。あんたが少し羨ましいよ。